楽シグループは中華人民共和国の持ち株会社。参加にテレビやスマートフォンの製造、インターネットポータル、電子商取引、自動車製造、情報技術などの事業会社を持ち、本社は北京市会予読。創業者、現当次長は火薬亭。英語ではリーコという名称、ブランドを使用。多角化した事業形態を楽士生態系という意味で、 楽士生態と呼んでいる。二千四年十一月創業。二千十年八月には中国で創業から最速で、世界的に株式を上場した企業となった。二千十四年には自動車製造にも進出したものの、現時点ではコンセプトカーの発表のみにとどまっている。二千十七年現在は、レビジョンピクチャーズ、レスーパー TV、レモビル、レミューザック、レスポーツ、 ラクシュネット、ラクシュニュース、ラクシュ映画、ラクシュ証券、花字映画などの事業会社を傘下に持つ、長期国口なおジュメンタ、貿易機。 http コロンスラッシュスラッシュモービレドット it 168.com スラッシュ a2016 スラッシュ0310スラッシュ2508スラッシュ 000002508574.s html 2016年3月11日閲覧運管性、トール銃元重略基金投げこうん http://tech.ifeng.com/.a/.20160304/.415585680 shtml 2016年3月11日閲覧。C 爆行、長帰国、調整公模式 ?http://www.nbd.comcn、articles 2014年12月10日、882202HTML2016 年3月11日、閲覧。ティン、敵目二だぜ超越イアット。くぶし中国、プチョム、http コロンスラッシュスラッシュアーティクルドット PCHOME ドッ t スラッシュ Content-1904435 HTML2016 年3月11日、閲覧。 インドでの大量解雇が報道される中、中国鉄鋼大手のリーコが22億米ドルを資金調達、報道。ザブリッジ、2017年10月11日閲覧。ありがとうございます。